の成績ね。これじゃ単位は上げられない。卒業だけはさせてください。一つだけ条件がある。相撲部に入って試合に出てくれない？大場穂香です。相手の力を殺し、相手の力を利用する、それが相撲だ。出し投げは横じゃない、腰で。団体戦は5人制でしてね。男子部員を集めることは急務なの。あんたら相撲をバカにしてんのか。礼儀もルールも知らねえ。お前ら今日限り相撲やめていいぞ。もういいよ。大事なのは相手に勝ちたいということよりも自分に負けたくないという強さだ。あとは相撲を楽しめ。よし、稽古始めるぞ。あぶね。筋トレだろこれ。俺はすごく相撲がかっこいいと思う。